エチオピア歴は、エチオピアで使用されている主要な歴法。エチオピア及び、エリトリアのエチオピア正教会や、東方天霊カトリック教会、コプト正教会などに所属するキリスト教徒のための教会歴としても使用されている。古代エジプトの歴法に由来するコプト歴に基づく、高青年であるが、 ユリウス歴と同じく例外なく4年に一度のウルービを取り入れており、ユリウス歴の8月29日か8月30日に年が始まる。イエス・キリストの生誕年の解釈の違いにより、グレゴリオ歴との間に7、8年の差が生じている。コプト歴、同様、1月から12月までは毎月が30日である。その後に5日または6日の追加日が挿入される。 これが13月である。エチオピア歴の年、月はコプト歴と同様であるが、月の名称はゲーズ語による。4年に1回、ユリウス歴のように2月に29日を挿入するのではなく12月30日の後に5日ではなく6日の追加日が挿入される。エチオピアの新年はうんこたたしと呼ばれる。これはソロモン王が シバの女王に指輪を送ったことに由来するものである。ゲーズ語では、リ・セアデ・アメトと呼ばれ、エチオピア正教会には、この故障が好まれている。グレゴリオ歴の9月11日に当たるが、順年の場合は1日遅れて9月12日となる。例えば、エチオピア歴1998年には、西暦2005年9月11日が新年であるが、 エチオピア歴1992年及び1996年は、それぞれ西暦1999年と2003年の9月12日が新年に当たる。この法則は、グレゴリオ歴1900年から2099年までの間で打倒する。エチオピア歴のウルード氏は、例外なく4年おきである一方、グレゴリオ歴のウルード氏は、4で割り切れる年だけである。このため、 このような当てはめは大抵ある一つの世紀だけで打倒するのである。しかし、グレゴリオ歴の2000年がウルード氏であったため、現在の当てはめは2世紀にわたって通用することになる。現在、世界各地の正教会は、教会歴に関して、古来のユリウス歴を採用するフル歴派と、プロテスタント教会でも、一般的となっているグレゴリウス歴を用いる、新歴派とに分かれているが、 エチオピア正教会は、新歴派となっている。かつては、ディオクレティアヌス期限や世界創造期限など、様々な期限が用いられていた。4年ごとのウルード氏の周期は4人の福音書記者に関連付けられている。順年の翌年はヨハネに敬意を表して、名前が付けられており、次の年はマタイ、その次の年がマルコである。そして6日の追加日がある年は、 伝統的にルカの都市とされている。グレゴリオ歴と異なり、純年の周期に例外はない。ありがとうございます。